はい、皆さんお疲れ様です。やっぱりさ、この時期スマホがさ、熱暴走、本当起きちゃってさ、もう動画の撮影とかさ、写真すらも撮れなくなるっていう。皆さんのスマホはどうですか？結構熱暴走って起きます？で、なんかいろいろ調べた結果さ、ドンキとセリアと、あとどこだ、ヤマダ電機、なんかこの3つに、この3箇所になんか要するに熱暴走防止ができる、そうやつが売ってるっていうんだけどさ。で、とりあえず手短なセリア来たんだけど、置いてないし、店員にも聞いたら、うちの店舗では置いてません、多分他にあるのかもしれない、わかんないですけど、みたいな。ヤマダ電機ってあったっけ、近くに。この辺な、どうしよう。でもとりあえずヤマダ電機のその冷えピタシートみたいなやつ、良さげだけど、売ってんのかな。あとなんだっけ、あとなんだっけ、まあとりあえず回ってみるか。そう、だから今日行台ってゆっくり撮ろうかなと思ったんだけどさ、熱暴走するとさ、起き出しちゃうとさ、撮影切れちゃうのね。なんか高温になったためとか言ってさ。マジ使えねえよな。だからどうしても、せめて短くても5、6分ぐらいはやりたいなと思ってるんだけど、そうするとゆっくり撮れるからね。何しろ熱暴走が起きる前にみたいな感じで慌てて撮るから、そう、しかも撮ってる最中に実際切れてる動画もあるしね、アップしたやつで。ね、なんかそんな動画じゃさ、すげえクソ動画だよね、はっきり言って。じゃあ、まあそういうわけでね、ちょっといろいろ回ってみたいと思います。